強い。はい、こんばんは、かなです。今日は角ですね。角に鉄板焼きのお店がちょっと気になるところがあるんで、なんかちょっと近くにね、あのスピチューブでもね、あの行ってる焼肉屋さんとかもあったりとかで、ちょっと気になってたので、今日はここに行ってみたいと思います。今回お邪魔するお店が鉄板焼き&バーマイストーリーですね。岡山市南区瀬能にあるんですよね。いやー楽しみです。はい、お部屋に入ったんですけどもね、こちら鉄板焼きの台があるんですけど、こちら店員さんがね作ってくれることもできるんですけど、自分でね焼くこともできるそうです。はやっぱりね、鉄板焼きバーということでね、鉄板焼きからお好み焼きからもう焼きそばとかね、いろいろありますね。このバーということでお酒の種類もそこそこありますね。へーすごっ、なんか面白いね。鉄板焼きホルモンと豚肉を炒め、鉄板焼きを注文いたしました。どうしよう、せせり焼きっていうのもありそう。でもなんかとんぺ焼きって好きなんやな。でも焼きそばも食べたい。焼きそば2品目は焼きそばを注文いたしました。何これ、何作ったんだろう。おしゃれー、アンティーク感本当ね。どっかティッシュ入れるみたいな。生春巻きです。うん、なんかトマトも入ってる、エビも入ってる。あ、エビも入ってる、めっちゃ美味しい。チーズも入ってる。なんで鉄板焼きの店のバーみたいな感じなんですか？そう、オーナーがそれをずっとやりたかった。はいはい、飲んでいただくお客様もいらっしゃって、でもご飯だけのお客様もやっぱいらっしゃると思うので、昨日うちでも、はい、です。テテテン、テレテテテテン。で、お肉を、お肉からね。ちょっとかき混ぜて、はい、お願いします。いやこれ確かね、子供会の夏祭りの屋台にいた人ですね、絶対。そんな感じがしますね。いいね。あ、美味しそう。結構チーズ入ってきた。あ、それっぽくなってるわ。めっちゃ入れるやん。でもこれぐらいがやっぱいいんですよ。しっかりした味がね。そうやね、塩コショウはまあ全然強くても、うん、まだありますからね、あの焼きそばが。そうそう、で、あのこれがね、秘伝のタレ。こんな感じだよ。
確かに塩コショウに対してのソースはちょっと少ないかもね。いいね、いいんちゃん、いいんちゃん。欲しいよね。いや、いいね。なんか自分でできるっていいね。楽しいです。はい、できました。完成。はい。ナイス。あ、いいんじゃない。ちょっと。切れが難しいけど、もう多分前やすい。はい。おお、いいんじゃん。いいんじゃね、これ。まだちょっとなんかホルモンが薄いからいきまーす。はい。うん。いいですか。めっちゃうまい。めっちゃ美味しいこれ。塩加減とかも。え、最高。めっちゃ最高。うん、美味しい、めっちゃうまい。よかった。秘伝のタレなんかちょっと甘めかもしれん。いい、あ、じゃあもうガッツリかけたい人はかけて。うん。これはいいね。うん。おいしいね。うん。シャリシャリぐらい。はい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 。はいはいはい。ちゃんゆっくり食べてもらって。ここにありますね。もう焼きそばはね、自分の家でも作れたりするぐらい簡単なメニューになってますけど、ね、皆さんの目に入るように、よいしょ、はい、じゃあいきます。もうこれもうそのまんま、うん、まだ残ってるこのね、先ほどホルモン焼いた後の油でね。そうだね。ちょっと火ってないな。うん、大丈夫、ゆっくり食べて。もう皆さん今この焼きにね集中してるんで、しっかりこの何だろう、なかなかねお好み焼きとかは自分でやるけどね、焼きそばを焼けるとかねなかなかないよね。自分で焼ける。鉄板焼きもなくない？ないね。なかなかこのもやし焼くパターンあんまないよ。うん。めっちゃ美味しいんだけど。焼きそば用の皿置き。すいません。ドワーって言ったな。はい、ちょっと、あ、どう、あ、おっと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 、こい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 、うん、うん、太いな、ベーコン、めっちゃ厚い、厚みがある。どうですか、全体。めっちゃ美味しいよもう勢いで作った、うん、豪快さがやっぱりかった。いただきます。
なんかね、うん、美味しいですか。めっちゃ美味しい。なんかさっきのホルモンの油がいい感じで出てるわ。なかったよ、このこれこれ次に移動するときに、移動っていうか次のね、やるよな。しかも手際いいよな。美味しかった。ここ鉄板料理、しかも自分で焼いて食べれるっていう感じがね、そのやっぱ個室だったしホームパーティー感があってめっちゃいいなと思いました。しかもなんかちょっとおしゃれなところに来た感じもあるバーな感じで、ちょっとなんかエグザイルが昔のやつが流れてる。でマスターもなんかちょっとエグザイルに出そうな、いてそうな人だったな、うん、このめちゃめちゃかっこいい感じのね。そうだね、マスターなんかすごい踊りそうだね。エグザイルで踊ってそうでしたね、うん、後ろの方でね。いや本当に歌ってもおかしくないような感じだったけど、はい、音楽好きそうだったもんね、うん、いやまた来たいなと思いました。はい、はい、という感じでまたいろんな店行きたいなと思います。はい、ありがとう。美味しかったね。はい、うん、お疲れ様です。はい、カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。